はい、こんばんは。こんばんは。小学館のくぐらという、お母さん向けのウェブサイトで、インスタライブを始めたいと思います。聞こえてますかね、見えてますかね、大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうかね、見えてますかね、見えてますかね。今日は、私たちは夏のスキンケア問題について話したいと思っています。ヘアメイクの佐伯恵美ちゃんです。よろしくお願いします。私が、クフラの編集長の、佐藤です。インスタライブこれで3回目なんですけれども、はい、前回のはお昼にやってたんですよね。そうなんです。でお昼にやってて、なんか夜やってくださいっていう、なんかお声もいただいてたので、はい、今日は夜やってみたいと思います。はい、でインスタライブ慣れてらっしゃる方は分かると思うんですけれども、これ終わった後に24時間は普通にインスタのところから飛べるところに保存されてますので、もし今もうこれからお風呂に入るんですよとかもうドラマなんですっていう方は、このまま寝かせる時間ですとかね、っていう方はもう見ないでいいです。で後で、撮っておいて見ていただければ大丈夫です。暑くなると痒くなるんですって書いてくださっている方いらっしゃいます。何か痒くなるんでしょうかね、うん、頭皮でしょうか、顔でしょうか。そんなことも言いながら始めたいと思います。ご意見いただいたりして、お答えできるものはお答えしていきますので、いろいろと突っ込んでいただければ拾えるものを拾っていきたいと思います。はい、ではまず今日クレンジング問題から始めたいと思います。はい、頭皮痒くなるもので、あとでねシャンプーもやりますのでその話しますね。まずクレンジングなんですけど、もう今日とかめっちゃ暑かったから、暑かった、久しぶりに青空が、だよね、はい、広がりました。お家帰ったらもうすぐ落としたい、落としたい。そんな時にははい、エミちゃんは、私ははい、最近はもう汗と日焼け止め混ぜるよね。わかるわかる、もうこれです。いっちゃいます。はい、どうぞ。リサーチさんのクレンジングクリームですね。はい、でクレンジングってこの時期はもう日焼け止めと落ちないファンデーションとか下地とかいろいろ使うと思うんで、すごい大事なんですけれども、はい、私はクレンジングはクリーム派で、ジェルタイプ、オイルタイプとかいろいろとあると思うんですけれども、うん、まあクリームだと、まあ、肌に優しく落としてくれる、うん、でオイルタイプだと、まあ、すっきりきれいに、どちらかというとウォータープルーフとか使ったものに関してはオイルの方が洗浄力がある。でジェルタイプは優しいけど、まあ、クリームよりもうちょっとクレンジング力が、うん、今ねオイルとクリームどれがいいですかって言ってるんですけど、うん、はい、どれだけ強い SPF のものを使うかで選び直した方、うん、両方持ってた方がいいと思います。で、ね、これ録画してくださいって書いてくださってる方、これ終わった後24時間見れますし、その後 YouTube に、置いておきますので、クフラ、なんだろうな、クフラ夏のスキンケアって引いてもらうと残っているので、うん、録画しなくて大丈夫です。でごめんなさいね、はい、でオイルとクリームとジェルとかいろいろクレンジングあるけど、うん、この時期 SPF50 とかがっつり塗ってたらオイルもいいかもしれないですね。でも、まあ、ミルクだと、まあ、大体のものは大体のものは大丈夫です。で、エミーちゃんはまずこれで顔を落とします。お風呂を入る前じゃなくてシャワーをちょっと出しておいて、うん、湯気を蒸気を出しておいて、はいはいはい、サウナ的にして、サウナ的にしてクレンジング毛穴開いて、はい、いて、でクレンジングを、クリームをつける、うん、つけて、これじゃあ実際やってやってみましょうか、はい、やっちゃいましょう、はい、はい、すいません、すっぴんにさせていただきます。はい、ちょっと髪の毛縛りますどうぞどうぞどうぞその合間に、はい、これ、この商品、今回紹介している商品はこのインスタライブ終わった後にストーリーズで一個一個紹介するので、そこからどうやって買うかとか分かるので、はい、そこから言ってくださいね、値段とか。はい、じゃあ私が本当に家でやってるように、はい、
結構クリーム、洗顔量は私は少なくてクレンジングクリーム結構使います、はい、でこれを指先にとってこう、まあ、面の、はい、面の広いところからこうくる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 なじませていきます。でこの時何が大事って、何が大事ですか、はい、肌をゴシゴシしてこすらないこと、うん、もう肌のなんだろう表面を撫でる、撫でる、で本当に指の先腹を使って細かく細かく細かく、うん、細かく細かくつけていく、うん、でなんかこの表面ミルクじゃなくてクレンジングクリームだと表面がちょっと白っぽくなるので、うん、多分これだとちょっとまだ足りないから、うん、私はもうちょい足しで、おでこも、あ、髪の毛があれショピッピですね。吹き出物が多い人のクレンジングはどんなものがあって、書いてくれてる方いらっしゃるんですけど、はい、吹き出物の種類にもよるんですけど、オイルとかは避けた方がいいと思うんですよね。やっぱり敏感肌用のものっていうのが売ってるので、そういう時は敏感肌用のものを選んだ方がよくって、はい、でもリサーチはいいわね。リサーチとあとアヤナスっていう、あとで紹介するんですけど、はい、こうディセンシアっていうところから出てるアヤナスのシリーズは敏感肌でも使えるので、あとで調べていただけるといいと思います。で今ちょっとオイルが乳化しないと落ちないと聞いたことがあるんですが、そうなのでしょうかって書いてあるんですけど、そうオイルです。オイルは乳化しないと、すっきり落ちないです。乳化することで汚れとか皮脂とかをくるみ込んで一緒に流れ落ちるんですね。なので、今少なくないって突っ込んでる方、ありがとうございます。少なかったんです。はい、追加しましたね。追加しました、はい。ありがとうございます。その通りでした。そうなんです。そうなんです。ちょっと家じゃないんで、はい、汚れとかが、はい、そうなんですよね。一番大事なことは、うん、あれなんですよ。皮膚が動かない、そうこうやってこうやってゴシゴシゴシするのがするのが一番ダメで、シワの元です。そうなんです、そうなんです。もうだから本当に細かく細かく、皮膚がこう慣れてるだけで、うん、こうよれてしまったらもうそれは強すぎると思ってください。表面は表面だけに汚れてあるんで、で鼻も本当に指先を使って細かく細かく取ります。で眉もちゃんとこの眉の上だけをこう細かく細かくして落としていく、はい、で私は、マスカラはいつもお湯を使ってるので、お湯で落とすものはお湯で落とした方が一番スッキリ取れるので、アイシャドウ、そこの時はアイシャドウだけちょっと軽く落とします。で洗顔します。はい、はい、でもちょっと今洗顔できないので、今日は洗顔できないので、ちょっとタオルで落ちます。はい、はい、なのでなんでマスカラやらなかったかっていうと、ウォータープルーフのマスカラとかいろんなマスカラあるんですけど、お湯落ちのマスカラの場合はクレンジングクリームと混ぜてしまうとビャーって広がっちゃうんですよね。そうなんですよ。あとでちょうど目の下黒くなっちゃって、それを落とすのが大変そうなんです。なのでお湯落ちはクレンジングクリーズムと混ぜずに、混ぜずにお湯でやった方がスルッて取れる、スルッて取れる。私はこの後シャワーをして、でその時にクレンジングクリームを落としながらマスカラをオフしていきます。はい、なのでクレンジングしたからマッサージは NG かっていうとか、クレンジングしながらマッサージはしないですよね。しないですね、はい、でマッサージ今日後で教えてもらうんですけど、はい、クレンジングしながらはやらないです。でクリーム確かにいいんですけど、私はクリーム派ではなくって、はい、このクレンジングゲル派なんですね、はい、でこのシンデレラタイムっていう、ものなんですけどね、これドラッグストアに売っていて1800円ぐらいかな、なんですけど、これ本当にマジでよくて、私もう10本ぐらいは使ってるんですけど、気になるこれ何だろうか、鉱物油とか使ってないし石油系のものとかは使ってないんですけれども、とにかくね、乾いた肌にも使えるし、濡れてる肌にも大丈夫だから、お風呂の中でも大丈夫って、ゲルなんですけど、ちょっと今出しますね。ゲルなんですけど割と水っぽいゲルですね、こんな感じ。
です。で、これはスルスルと、水状になるんですけど、これを洗い落とすだけで OK です。はい。で、クレンジングって使った後の肌が突っ張るものもあればヌルヌルするものもあって、すごくいろいろあるんですけど、これはね、洗い上がりの肌が全然突っ張らない。なんか大丈夫ですか、落ちましたね。突っ張らないんで、ものすごく乾燥肌の人とか、ちょっとこう肌が薄めで弱いなっていう人でも絶対に大丈夫です。で、あんまりねメジャーなものじゃないから、私今回あけみさんに聞いて初めて知ったんですけど、さっきちょっと試したらね、いいと思う。いいでしょ。気になりました。これ私本当に今5年ぐらいかな、もう10本ぐらいは使えるんですけど、リピートにちょっと浮気しても絶対に戻ってきちゃうんですよ、これに。で、本当にね、騙された、別に騙してないんですけど、騙されたと思って使ってほしいぐらいいいです。で、こういうね、あんまりメジャーじゃないメーカーのものっていうのはドラッグストアで非常に辛い思いをしていて、だいたいこう棚の下の方とかにあるんです。なので、これはミネ薬局って買ったのかな、なんですけど、通販でも、買えますので、もしよかったら、これを使ってみていただけるといいです。ドラッグストアにもありますし、でもちょっと扱いが割とメジャーじゃないのでひどいので、ちょっと通販の方が確実かもしれないなっていう感じです、うん、で、それもなんかちょっとそこまで買いに行くの面倒くさいかなっていう人は、もう最終的にはこれです。間違いないです。ビオレ潤いクレンジングリキッド、はい、これね、やっぱりね、花王さんの何がすごいって、花王さんって研究所があってね、そこでいろんな研究を日本の人たちがいろいろして商品出してるんですけど、一番やっぱり多くの人が使ってくれるブランドにめっちゃいい成分を入れるんですよ、花王さんって。で、私も何度も取材に行ったことがあるんですけど、これはやっぱりもう困った時はビオレです。これはドラッグにも売っていて全く遜色ないです。で、一番これとこれの私が使ってみて違うかなっていうところは、洗い終わった肌がこっちの方がしっとりするっていうことです。なので、洗い上がりの違いですね、私はもう40代だし、ちょっとあんまり突っ張るのは困るわって感じなのでこっちですけど、30代の方でそんなに乾燥肌じゃない方はこれとてもいいと思います。それで、これもこれもいいところはダブル洗顔が不要なんですね。もうこれ1本、これ1本でいいです。なので、この後洗顔料でもう一回泡立ててやるとかって必要がないのがすごくいいです。で、やっぱりダブル洗顔した方が安心っていう人ね、いっぱいいるんですけど、そうです。これから夏のシーズンって何度も顔洗ったりするじゃないですか、なので洗いすぎも結構ね擦るしね、よくないんですよね、肌に。なのでダブル洗顔じゃなくてよければ、それでいけるかなというふうに思います。なんか今編集長綺麗ってコメント残してくださった方がいて、ありがとうございます。めっちゃ気分が上がります。綺麗なんです。いや、綺麗ではないけどありがとうございます。で、次いきますか。洗顔のことばっかりやってください。はい、で、洗顔した後にシャンプー、クレンジング、そう、クレンジングした後に私は洗顔行かずにシャンプーします。はい、で、最近私が見つけた本当に最高、自分のこの髪質はちょっと猫っ毛で夕方になるとペタッてしやすい、根元がペタッてなんか油分が出てきてペタッてしやすいのでずっと気になってたんですけど、このイブロシェっていうこのシャンプー、なんかこれ1本でクレンジング、シャンプー、トリートメントが備わってる、1本でいいんです。で、私はこれを泡も立たないんですけど、このシャンプーしながらマッサージをしてリフトアップさせて抜け毛予防を毎日ケアをして終わる、で時短、だけどなんかこれ1本でなんか、トリートメント効果どうなんだろうって思ったんですけど、全然逆にトリートメントつけるよりも毛先がしっかりまとまる、出会っちゃった感じ、出会っちゃいました、なんかこういう商品をちょっと増やしてほしい。だからシャンプー泡立たないと不安って書いてくださってる方いるけど、泡立たないけど大丈夫なんです。
大丈夫なんです、うん、大丈夫なんです。ちゃんとなんかあのシャンプーって大体お湯で、髪の毛に対してはもうお湯で 80% 汚れは落とせるんです、うん、そうなんですよね。そうなんです、うん、で頭皮の汚れはやっぱりこういう洗浄力のあるものを使って洗浄してあげる、うん、でマッサージ効果すると血流アップして、で抜け毛とかね、そう抜け毛とかそういうのも予防できたり、あと顔も本当リフトアップされるんで、そう逆にあのこれで頭皮からしっかりクリームをつけて、髪のなんかなんだやっぱクリームつけてあげた方が髪に対しては摩擦がないからね、ないから髪にも優しいね。であとこれ、ね、これ同じ、あそうあのイブレシェとローシェと同じタイプのマスクインウォッシュ、なんかこれはエルゴンさんところのものなんですけど、はい、出てるんですけれども、うん、まあ、あの成分は一緒で香りが違うかなっていう感じです、うん、香り的には私ちょっとこっちが好きですけど、うんうん、でもこれは実は韓国に行って買ってきたんですけど、うん、お値段は、うん、あでも安かったです、うん、そっちの方が安い、1700円ぐらいですね。でしたでした、うんうん、ね、これはねドラッグストアでは売ってないので後で、インターネットで通販ですかね、通販ですかね、なのでちょっと通販のサイトに飛べると、はい、皆さん見ていただけるといいかなと思います。それで、シャンプーをエミさんは猫っけで、はい、そう猫っけで頭がないから、で髪も短いのでそれに、うん、これるんですけど、私が今絶対的におすすめしたいのはこのマツキヨのオリジナル の、 あのアルジェランのシリーズのシャンプーなんですね。で、あのこれ皆さんご存知かもしれないんですが、これ逆でしたね、3種類あるんですね、マツキヨ の、 あのシャンプーって。でこれ1回用のパウチなんですけれども、これあの100いくらだっけな、131円で売ってるんですね。安いで、3種類、本当のちゃんとしたサイズはなんかこういう 500ml みたいなサイズで売ってるんです、うん、はい、で、それをあの最終的にはそれを買った方がもちろんいいんですけど、その3種類の中でどれが自分に合うかっていうのがわからないと、なんか 500ml も買っちゃって、うん、あんま合わなかったらもう最悪じゃない、悩みますよ ね、 ね、なのでまずこれで試していいやつを買った方がいいと思うんですよ、はい、で、あの私は髪の毛が多くて太くて硬くて長いので、この、ダメージリペアシリーズっていう白いものが一番自分には合いました。裏に書いてあるんですか。そう書いてあるんです、ダメージ、ね、見えるかな、こう裏に書いてあるんですね、ダメージなんとかとかね、ダメージととかあるんですけど、で、あのこれも後で、ストーリーズに載せておくので、あのそれで見ていただくんですけど、お試しサイズをまず買っていただいて、うん、あのお試しサイズで使えるで、うん、それでやっぱり自分の髪に合うかどうか失敗しないよね。香りも違うの。そうなの、香りも違うし洗い上がりのキュッキュ感も違うので、ちょっとあの試してみてください、ぜひ。でやっぱこれから夏ね、ご家族とかも含めて旅行に行かれる方とか多いと思うのですが、なんか宿のシャンプーってなんだか何があるかわからなくて、そうなんですよね、良ければいいけど、そうなんです、そうなんです。あと海外に行くと水質も水も違うから、うん、髪のやっぱカラーリングしてるとボワボワしたり、ボワボワしたり、ね、結構ちゃっちゃになっちゃう、結構ちゃっちゃになっちゃう、ね、ちゃっちゃになっちゃう。で、シャンプーが自分に合ってる、基準ってどんなところですかって聞いてくださってるんですけど、まあ、最終的には洗い上がってタオルドライした後に自分がこうパサパサしてないかとかキシキシしてないとかだよね、うん、まあ、その人の髪の太さとか、うん、ダメージ状態が違うからどれが絶対いいっていうことはなくって、いい、うん、自分に何が合うかを試すためにもこのパウチ最高なんですよ。最高、そして100円っていうだから
ちょっと一回やらなくても、そしたらもうこれやめればいいじゃんって話なので、うん、ぜひこれを試してみてください。で、これね、この間クフラのサイトの方ですごくめっちゃ良かったので記事を書いてるので、それが読んでもらってから買ってもらうと多分すごくなんでこれがいいかと思うので、ちょっとそれをストーリーズに片止めるように貼っておきますので、読んでみてください。で、シャンプー、あとね、石鹸シャンプーどうですかって書いてくださった方もいたんですけど、石鹸シャンプーが合う方もいます、うん、で、ただ石鹸シャンプーの場合はあんまりしっとり感は多くないので、髪の毛のダメージが少ない方は多分石鹸シャンプーでも全然問題ないと思うので、サラッサラが好きという方とか ね、いいよね。なのでその辺はご自分 の基準でやっていただくのがいいと思いますよね。はい、はい。で、シャンプーしたら洗顔するんですよね。はい、はい。で、洗顔はあります。はい、そう、シャンプーした後の、トリートメントとかぬるぬるが好きじゃないので、うん、そう、クレンジングしてシャンプーして最後に洗顔で、私は最後洗顔は今その先ほど言ってた、敏感肌タイプのディセンシアのアヤナスのシリーズが、はい、これね、大人の敏感肌で使えるシリーズなんですよね。なのでちょっとトラブルが手がさついてとか赤みがあるとかの時でも大丈夫、うん、大丈夫、優しいです、うん、で、これのいいところは何だろう、まあ、優しいで、仕上がり私はどちらかというとちょっとキュッキュッというか、あまりしっとりしてない方が仕上がりが好きなので、うん、そう、これがいいです。はい、で、まあ、どうしてもこれじゃなきゃいけないっていう洗顔でもないんですけど、洗顔って本当に好みもあるので、クレンジングほど違いが実は出なかったりはします。仕上がりの違い、はい。宿毛矯正してらっしゃる方はね、宿毛矯正だとなかなか石鹸シャンプーとかではない方がいいですよね。ない方がいいですよね、で、多分1本でやるよりは、シャンプーコンディショナーで分かれた方がいいの。さっきの、松木用で言ったら白いダメージケアのが一番いいと思います。で、洗顔料じゃないんですけど、はい、私がもう10年ぐらい愛用してもっとかもしれないんですけど、10年もっともっと愛用してるんですけど、はい、このコラージュ洗顔パウダーっていう洗顔パウダーがあって。これ酵素洗顔なんですね。で、酵素洗顔なんて皆さん使ったことないと思うんですけど、要は小鼻の周りのこうザラつきとか、こうおでことかこの辺とかのザラつきとかが酵素の力で、それって結局タンパク質なんですよね、いらないものを。で、そのとか油とかいろいろ混じってるんですけど、あ、音が小さいって書いてくださってます。大丈夫ですかね、はい、もし音小さくて聞き取りづらかったらイヤホンとかにしていただけると、イヤホンか、いいんですけど、ちょっと大きくしますね。で、今ちょっと音変えてみますね。で、あ、今流行りなんですかね、流行りかもしれないですけどね、コラージュ洗顔パウダーってめっちゃ昭和的な香りのパッケージでね、もちろん昭和的なものなんですけど、もう10年以上使って、製薬会社、持田製薬っていう製薬会社が来てまして、出すとこんな感じの本当にパウダーなんですね。はい、これがね、もう本当驚きのツルツルになるんですよ。で、気になる、これね、こうちょっとこういうところでやったことないからちょっとあれなんですけど、そう、ちょっとお湯水を入れて、こういうふうに、そう、手のひらで、お茶、お茶いますかね。お茶の、自分がお茶の茶筅で、茶筅のブラシ、指先のブラシみたいな。そう。あ、大きくなりましたか？あ、ごめんなさい、びっくりさせましたね。すいません。急に大きくなったのごめんなさいね。大きく、大丈夫。あ、パパウォッシュ。そうなんです。はい、パパウォッシュみたいな。合ってるんですけど、私はこっちの方が。はい、パパウォッシュとかとファンケルにもありますね。こういう風にちょっと水を加えてこう泡立てるんですよ。そうするとこういう風に泡が、わかりますかね、泡が立ってきてます。で、これがやっぱこのね、もう泡立てれば泡立てるだけいいんですよ。そう、細かい泡で洗顔してあげる。そうすると先ほどのクレンジングみたいに泡で洗顔してあげる、
そうでこれを、まあ、これが顔だと思いますよね、はい、こう塗ります、はい、撫でます、はい、こうするんじゃなくて撫でます、 であの撫でるとですね、あのこう今分解してくれてます、酵素さんが頑張ってオバジンもある、あオバジンもありますね、泡立てネット全然使ってください、うん、使ってください、あの私がズボラでめんどくさいから使ってないだけで、はい、私は使ってます泡立てネットある方もっと早くできると思いますで、これすっごいちょっとなんかこれで 2,3 分置くとパックのようになる、なってツルツルになるんですけど、なんとこれあの私は顔だけじゃなくてこう首からデコルテまで全部これでやる、そう私もそうです、洗顔はね、そうあの首からデコルテ、耳の裏とか顎の下とかすごい大事なんですけど、はい、そこでやるとですねもう本当にあのやっぱりこう胸のデコルテのとこって結構あの油が溜まりやすくって普通にボディウォッシュで洗ってるだけよりも全然綺麗になるんですけど、こうあ大丈夫です。こうあのあなんか本当にマント明るくなってる。わかるかな。あの手でわかるやってもあれなんですけどね。あの本当にこれあのすごいツルになるんです。あしかもしっとり肌が柔らかくなってる。もうなんかどうしようショップチャンネルみたいな。これ本当にえいい、あの全くあのお金もらってないんですけど本当にいいんです。だから私もう何年もこれ使いえいくらなんでしたっけ、いくらかな、あ1700円、いや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 、でもこれね、うん、さっきと本当にちょっとしか使わなくていいので、うん、そうですね、であの ネットとか泡立てればあの1800円するのちょっと高いと思うと思うんですけど、うん、あの全然大丈夫でね、毎日使ってもこの時期は全然大丈夫です。これもドラッグストアで買ってます。私はうちの近くのミネ薬局で、あの普通にミネ薬局ばっかり、いつもミネ薬局いつもミネ薬局なんですけど売ってます。で、あの、あ、何の紹介ですか、今から入ってきたかったか、これあの洗顔パウダーの紹介です、はい、であのこれあの途中から見てくださった方、最初からのものを、これ今30分ぐらいやってるんですけど、はい、あのストーリーズに残しておきますので最初から見ていただけるとすごく分かると思います。今洗顔まで来ました、クレンジングやって、シャンプーやって洗顔まで来ました、はい、で洗顔の後、はい、洗顔した後にお風呂出るじゃないですか、はい出ます。で、はい、その後にまず何をやるかというと、はい、オイルをつけます。私子供と2人で入ることがあるんですけど、子供3歳、はい子供3歳、あの、まあ、3歳だからちょっと待ってって言ったら待ってもらえるんで、なんかとりあえず体を拭かせて自分もちょっと拭きます。ほんの一瞬でオイルをまずとにかくつけるんですよ、うん、で私そのオイルに対してちょっと最初はここ前1年ぐらい前まではオイルって油じゃんって、その後の化粧水ってどうなんだろうってずっとちょっと疑問にはなってたんですけど、まあお仕事で使わせていただくこともあって、使ったらあれオイル使った方が化粧水の入りも良くなるし、次の日起きた後の、肌のふっくら具合が本当に全然違くて、なんだよオイル様っていう感じで、そうですよね、あの使うようになりました。やっぱり、最初に乾いた肌にいきなりオイルを塗るのって抵抗ある人もいると思うんですけど、はい、ですね、私今紹介しているのこのアウェイク、はい、なんかアウェイクもなんか結構種類がいっぱいあるんですよ、うん、で私はこの3層タイプのオイル振るやつ、ね、振るやつで、どちらかというとちょっとなんだろうな、しっとりっていうより、まあ、結構この夏さっぱりタイプのこのアウェイク、うん、で、なんだっけ、あの香りがちょっといいね、いい、ちょっと出してみてください。えみちゃん肌綺麗って褒められてるよ。すいませんすいませんよくわかんない。あそう、これね1本でどんぐらい持ちますかって書いてくださってるんですけど、私は1週間2回ぐらい使うとなんと半年ぐらい持ちます。お全然ちょっと全然ちょっとしか使わないのでです。で、オイル今塗ってもらったと思うんですけど、結構さっぱりするんですよね、はい、でさっぱりするので、こってりのオイルではないんですね。ないですね。そう
まあ、何のオイルでもいいかっていうと、うん、ちょっとやっぱりその後化粧水塗りづらくなるものもあるので、今それアメイクよりもこっちの方がよりお店があれかな、間違えた、メルビータ、メルビータ、はい、メルビータのネクターブランウォーターオイルっていうのもすごくこの時期いいと思います。あのオイルにしてはそう結構さっぱりして使えるので、であのオイルはね肌荒れが怖くてって書いてくださってる方いるんですけど、確かにねあの強いものもあるんですよ、オイルって、うんうん、なのであのなんだろう、オイルの刺激がすごく強いって方はもちろんあの、うん、ちょっとやめた方がいいんですけど、あのメルビータとかは店頭で試せるから一回試してみて大丈夫かとか、ピリピリするかなとか、でオイルってねニキビできないかっていう、いやそれがこれが逆にできないですよね。そうなんです、あのやっぱりニキビって詰まりなのよね、関連性の詰まりなので、まあ、体質もあるので全員が全員絶対できませんって言えないんですけど、オイルで肌をこうやわやわに柔らかくしたところに化粧水をひたひたにすることで結局詰まらなくなるんですよね、うん、なので詰まりがなくなることが一番あのニキビにはならないことかなと思います。オイリー肌の方でもむしろあのこのこっちのこっちのメルビータの方は大丈夫ぜひオイリー肌ならこっちの方がいいね。いいです。でその後に、はい、化粧水、はい、私はもう先ほどのコラージュじゃないですけど何年愛用してるかっていうぐらいのシーラコの化粧水、エッセンスローション、もうこれがねビタミン C、これなくしてはなんかもう何にせよなんかとりあえずなんか切れちゃったどうしようって言った時は絶対これを使っちゃうっていう、はい、絶対に絶対に戻ってくるローション、はい、何があって何だろう、とろみがある、とろみが、ね、そうとろみがあって、でもなんかこうつけていくとなんかこう浸透していくのがすっごいわかる。さすがのロングセラー。いや本当に。でやっぱりこの夏特にやっぱ紫外線浴びてビタミン不足になる、やっぱ VC のビタミンが、はい、はい。と言いつつ、はい、私はあまりビタミン C そこまでこだわってなくて、この皆さん知ってるかな、美人ぬかの純米相当これね、これもまた昭和っぽくてごめんなさいね。でもこれ私も迷うと戻る化粧水です。もうあの私は40代なので本当はもっとちゃんと、はい、あのしたものをもうちょっとしっかりしたものをという気もしなくもないんですけど、これで十分なんですね。あの化粧水って何のためって、そう、あのまあ要するに美容液とかはやっぱ効果、なんか美白効果とか保湿効果とかなんですけど、やっぱ水分を与えてあげるっていうことが大事だから、なんかもうやっぱこういうね、こういうあのこれお値段的にもね、そんなに無理みたいお値段で、あのもっとすごくなんだろう、スキコンとかね高くていいものいっぱい雑誌とかにも載ってて、そういうのももちろん悪いわけないんですけど、化粧水はね主に水でできてるんですよ。はい。なのであの、お金をかけるとしたら化粧水じゃなくていいかなっていうふうに思っています。で大事なことはね、何を使うかより、はい、どう使うか、どう使うか、あのねとにかくたくさん染み込ませてください。はい、はい、でやっぱねあの全てにおいてやっぱ乾燥させないこと、シワもシミもとにかく全てにおいて乾燥が一番ダメ。とにかく赤ちゃんを触るように肌も優しく触ってあげる、いたわってあげる、で、あの化粧水を塗るときに例えば温泉とか行って私横で見てて思うんですけど、あいきますね、やってこう、はいはいはい、ペペペペ、はい、こうしてこうしてる人いますよね、こういう人、そうこれで、そうこれダメでしょ、ダメ、優しくしてあげて本当に。え、あとねこうやってつけてるとこう目のこういうとことか、そう細かいところが塗り忘れが出てくる、たくさんってどのぐらいですかって聞いてくださってるんですけど、まず500円台は1回にたくさん取るんじゃなくてちょっとずつでいいんですよね。もうこのぐらいずつでこれを手になじませて、うん、
こう、まあ、押し込むんだよね。押し込む、もう10秒数えますみたいな、うん、1,2,3,4 みたいな、うん、もうそんな感じです。そうで、あの要はコットンにあの化粧水を浸すと分かるんですけどね、うん、はい、こういう風にササ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 ってやったって塗りムラできてますよね、はい、こういう乾いてるところ、うん、肌も一緒で叩いてたらこういう塗りムラがのところには化粧水いってないんですよね。分かりやすい。分かったかな。分かったかな。分かったか分かんないんですけど、あのなので1回じゃなくて必ず重ねて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 いくことがすごい大事です、はい、なのであの高いものを使うっていうよりも、うん、ムラなく全部ムラなく使う、そう、全部の肌に浸るようにやってください、はい、今ね入ってきてくださったこんにちはって方いらっしゃる。今スキンケアの話してるんですけど、はい、化粧水の話してますがその前にクレンジングとシャンプーの話したので後で記憶、あ、みんな分かりやすいって言ってくれた、よかった、後で戻ってください、はい、で、あの最終的にはしつこくやりますと、はい、これが全部濡れるまでこういう風にやって、うん、こういう風に押し込んで、押し込んでコットンを均一に濡らしてあげて染みますよね、はい、肌の上でこうなれば乾いたとこがない状態ですよね。で、乾いたとこからやっぱりシミとかになってきちゃうんですよ、うん、なのでそういうことがないようにシミシミに、肌にシミシミにするっていうのがポイント、ポイントです、です、はい、で、その後に小顔になれるマッサージするんですよね。はい、私そう、あのシャンプーの時からシャンプー、まあお風呂の中でやっぱりシャンプーしながらマッサージもするんですけども、あ、ちょっと一緒挟んでいいですか。あのコットン今ね見本で見せただけで、これ肌の調味で使わないで全然大丈夫です。私コットンもったいないから使わない派ですって言うと怒られちゃうね、美容の人に。でも私は使わないです。私でも仕事ではコットンをでモデルさんにパック、仕事だとね、あ、パックにはいいよね。そう、パックにはいいね、はい、はい、で、あとこれ保存されてるんで終わってからもう一回最初から復習してください、はい、そうするとより分かると思います、はい、手でつける方が、あ、どっちがいいか分かんないんですけど手でも大丈夫っていう感じでどうでしょうか。はい、そうです。で、マッサージ、はい、マッサージ、私はまず頭からやってほしいんです。顔からいきなりやるよりも体の血流を全部流してから顔のマッサージをしてあげた方がよりほぐれるので、まず頭を結ぶ、あ、そうですね、そう、結んだ方が多分ね、あの押してる位置が分かると思う。私あの撮影で山のようなヘアメイクさんを見てるって思うんですけど、ヘアメイクさんと素人の違いはメイクの前にマッサージをすることなんです。で、それをすることで肌のツヤとか目の大きさとかが本当に全然変わるんですよ。変わる。だからあの本当に変わるんですだから私はもうとにかく何を使うんじゃなくてそのマッサージに進みたいって若い頃から撮影現場にすごい思ってたということで、はいはい、準備しました。はい、はい、できました。で、まず、ちょっとまあ私もそのなんだろうな、あのツボの位置とか、あのツボのなんだっけ、風池とか天柱とかなんかいろいろあるんですけど、ちょっとまあそこの辺は置いておいて、場所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 、後ろ向きます。あ、無印の糖尿病記書いてくださってからいいと思います、それだけ。場所、この、ここだけは知ってる風池、うん、風池と言われるここの場所がもう一番の血流アップのポイントです。そう、ポイントなんです。で、まずここを親指の腹を使ってグーッとグーッと、もう揉みます、揉みます。で、これって、どんどんこの、髪の毛の生え際に沿って、うん、この頭皮、この頭の方もやっていくと、うん、もうこの周りをやるだけでいろんな頭痛とか、その頭皮の抜け毛とか血流アップとかいろんなツボがこの周りにはあるので、うん、そこをとにかく押しておきます。これやるだけで全然違う、全然違うんです。で、私この時、深い呼吸をする、はい、深呼吸、深呼吸、もう絶対この呼吸をちゃんと、あの深い呼吸をしながらマッサージ
する。これ本当に一瞬めんどくさいと思うかもしれないんですけど、そう習慣になっちゃうよね。習慣になっそう。で、あの時々やっぱこの腕開けてることがすごい肩凝ってくるじゃんとか思っちゃうんですけど、そういう時はなんかこういう肘とかを使って、あのついてね。ついてこうやると結構ね、あの簡単に押すことができます。うん、あの結局ね、顔のたるみとか。シワとかってこう下に落ちてくるからあるわけで、これがね頭皮とね顔って一枚の皮だから、こっちにこう上がってくれればいいわけなのよね、道理としては。いいんです。だからやっぱ首の方からほぐしてこう全体に上がってくれればシワとかたるみとかにならないので、はい、でここを押しました。で今度ちょっと肩のこのこのライン、ここを両手でこう手前に引くようにほぐします、はい、で今度この耳の裏、耳の裏、ここもやっぱりリンパね、リンパね、流してあげます。なんか基本この動作で全体を行くんですけど、こう行きます。耳の横、耳の脇で、この耳周りはリフトアップ効果すごい高いですね。すっごい高いので、やっぱ指先をしっかり、ちょっとこの辺はこうくる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 やるといいです、やるといいですね、本当に。そうで、このヘアメイクさんがこれやると本当モデルさんの目が開くのよね。もうね、本当にそうなんです。で、こう生え際までいきます。で、この天地と言われるここ、ここ最後、この辺はやっぱり抜け毛防止、抜け毛防止ね。この辺をね、こうマッサージをしてあげます。で、一回こう、はい、ずらずらのようにね動かしますと、血流が巡る、血流が巡る、はい、目が目も開きますはい、はい、皆さんちょっと参考に、部分的にでもいいので参考にしてみてください、はい、で、その時に、まあ、顔もね、そう、顔じゃささっとね、ちょっと時間が落ちてきたからね。はい、クリームで、これオールインワンゲルです。オールインワンゲルです。オールインワンなので、これ1本でもいいんですけど、まあ、全体的につけます。で、ポイント、目の疲れてる人はやっぱここ、眉間じゃなくて、いいです、眉頭ですね。ここを眉に沿って今これ、ね、見ながら一緒にやってください。そうやってください。これ肘ついた方がやっぱりあの自分の圧で、自分の圧で押せるので、いいね、いきます。で、おでこ、おでこもね、ここ意外と私こう私こう眉間ね、チクってやりやすいんで、ここは実はほぐしてあります。で、ここほぐしました、はい、で、あとはこの鼻の小鼻の横、ここもね、すごい痛い、ここね、すっごい痛いんですよ、はい、でもこれはね、この、何でしたっけ、ほうれい線、ほうれい線に効くです。あの、時間が押してきました、はい、で、あとはこの口角と筋肉と骨のこの引っかかりがあるんですけど、ここをちょっとね、外に1、2、3で、1、2、3でこうやるとたるまないんだよね。たるまないんです。キュッて小顔効果が出ます。それで、で流す、はい、で流す、はい、で、はい、それをまあ夜やって、はい、でこの後まあクリームとか塗ってもいいし、塗らなくてもいいしそうですね。でもやっぱね、マッサージしてあげると必要なクリームがいらない。そうだよね、自分で水分だけでも十分だと、ね、はい、はい、ということで、スキンケアおしまいだったんですけど、はい、ちょっともう本当時間が過ぎておりますが、はい、皆さんに前回質問いただいてた、うん、みんななんかね、クマとかを、うん、はい、隠したいものを教えてくださいってことがあったので、はい、とりあえずそれだけ教えますね。はい、はい、しましょう、はい、私が、仕事でもうずっと使ってます。あ、オールインワン使って朝よれる人は量が多いから使って、で、染み込んでからファンデ塗ってください。一泊置いてください。スミトカンパン今やりましょう。はい、どうぞ、はい、で、手がちょっと塗りなのでちょっと失礼しますね。あ、開けられないかもしれない、はい、あ、ここである、はい、ありがとうございます。日本人の肌に大体この Y のディバンが合うんですけど、カバーマークの、ライトアップファンデーション Y の2、
はい、私の肌もこの色です。なんかこれはなんかね、なんだろうな、もう結構強いシミでも、くすみでも何でもカバーできちゃう。で結構固めなんですけど、これをあ、なんか体マスカラちょっと油分が多いかもしれない今。ちょっとティッシュします。ちょっとこう隠します。で、あでも大丈夫、もういけそうです。いけそうです。ちょっとこうポン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 と炊きながらカバーしてあげます。と自然にカバーできるので。これは本当にあのヘアメイクさんとかプロの方がよく使ってるんですけど、あのものすごくカバーがしっかりできるけど、そうしっかりできるけど厚塗りにならないので、すごくおすすめのファンデーションです、はい、で、あとは、ね、こっちのか、あ、そうですね、あとはこの3の、アドバンスドスムージングコンシーラーのオレンジ、なんか黄色とかいろいろな色あるんですけど、オレンジはやっぱ、クマに、そう、一番効果ができるんで、で、あの、コンシーラーって、こういう、なんだっけ、固形タイプのオレンジとかもあるんですけど、なんかこういうペンシルになってると塗りやすいのと、うん、あとね、ファンデーションみたいな感じで、ごわつかない、うん、結構自然にカバーできるので、コンシーラーってこういかにものものちゃうとすごい、その後のヨレとか気になっちゃうんですけど、だからカラートーン、トーンアップとか、うん、なんかそういう感じで使ってもらえるといいですよね。はい、こんな感じで、さっきシミとカンパンのっていう風におっしゃってた方がいらして、まさに私シミとカンパン野郎なんです。すごくあの今こっちだけメイク私完全に落としたんですけど、わかるかな、シミと乾板やろうぐらい、ここがね、こんなことまで晒していいんでしょうか、世の中に。ここがシミと乾板やろうな感じなんですね、はい、で、これを全部隠そうと思うと大変なんですね、うん、そう、逆にすっごい隠した感が出ちゃうんです、で、あ、ファンデは今日ちょっとごめんなさい、ファンデを塗らないでシミと乾板を隠す方法についてやってます。で、私が使ってるのこのマージュフィールド SG クリーム、これねもうね本当にこれ本当すごいんです、うん、コンシーラーの最高傑作、コンシーラーなのかもファンデなのかもちょっとよく分かんないんですけど、怪我を隠すため、そうです、怪我とかあざとかが生まれつきある人を隠すためのものです。今分かるかな、分かります、こう筆で塗るとですね、そう筆でこういう風に隠れるんですけど、今ここシミありますよね、これをこう隠すと完全に綺麗に隠れるんです。こうやってこんな感じですね、こんな感じに隠れます。わかりますかね、すごい、わかりますかね、すごいんですこれで、そんなにしかも実は厚付きになってないんです。で、ちょっとこうやって指でこうピタ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 ってやると消えた、ほらみんな消えた、これなんだろう、ショップチャンネルみたいな馴染みやすいんですこれ。それで、私本当にこんな仕事してるんですけど、シミとかシワとかどうしてもできてしまって、なのでこれをここだけに塗って他は今ファンデーション塗らないことにしています。で、シミがないとこは別に日焼け止めだけ塗ればいいわけで、うんうんうん、なので全部ファンデーション全顔塗る必要はないんです、うん、なのでこれも後でストーリーズに載せときますので、もしシミがあったりとか、はい、そういうのでお悩みの方はこれを塗るといいと思います、はい、私もさまざまなファンデーションとか買ってきたんですけど、これが一番今はいいなと思っています。なのでベタつきもしないし、こう触っても全然大丈夫です。なのであと毛穴落ち全然しないんです。なので今日1回、ちなみにこっち私今朝の朝8時に塗って化粧なししておりません。ですが
全く毛穴落ちはしません。ちょっと手がってますけど、それはごめんなさいね、扱ったんで。なのでこれはこんなちっちゃくて2000円とか高いかなって思うかもしれないんですけど、ものすごく価値があると思います。で、色もすごくたくさんあるので、これアマゾンとかで色を見てやってください。はい。なのでいっぱいある、相当いっぱいあるので、なんかあれですね、お試しサンプルみたいなので何色も入ってるのがあるので、それで汗でも落ちないです。で、あと今これもうすぐ今終わりますけれども、この様子は YouTube のクフラチャンネルっていうのがあるので、そこに残してるので、商品名とか今ちょっと途中から入ってきていただいた方分かんなかったと思うので確認してくれるといいと思います。あとさっきのこのコラージュもこれウェブで近くの販売のお店調べられるので、もし気になった方がいたらウェブでちょっとコラージュ洗顔パウダーとか引くとお近くの店探せますので、それでたどり着いていただければいいかなと思います。で、はい、ちょっとね、だいぶ時間をしてしまったんですけど、お役に立てたでしょうか。私たち本当にこの忖度バイアスの中まで忖度をせず、自分がいいと思っているものだけ、はい、紹介させていただいてます。はい。で、この後商品に関してはストーリーズにアップします。で、動画全体を見ていただくためにはその後クフラの記事でも紹介しますし、動画の方は週明けになっちゃいますけれども YouTube のクフラチャンネルでやりますので、ぜひ見ていただいて復習したり私たちを笑っていただいたりしていただけるといいかなと思います。はい、何回も見てくださった方、いつもすごい参考になりますとかおっしゃってくださってありがとうございます。皆様からの人気があればまた次回もやりたいかなと思います。分かりやすかったって言ってくださった方、ありがとうございます。嬉しいです。今日から暑くなって台風も来たりとかいろいろありますけど、素敵な夏休みを過ごしていただければと思います。はい、毎日クフラも配信してますので、インスタもサイトも見てください。では、はい、終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさーい。